はい、どうもみなさん、こんにちは、のないです。今回もザ・クロックドマンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。え、今回はというか、前回はですね、まあ、おさらいですね。え、前回は、そう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 、え、ハ病院に着いたと。で、肺病院の何回だか忘れたけど、そのどっかでね、なんかね、うん、あの、ふなっしーみたいな名前のやつに出会ったと。うまあ、子供ですね、ガキンチョウに出会いまして、まあ、逃げられたと。そういったお話でございました。じゃあ、どっか行きましょう。おーし。 とりあえず1階だよね。1階のバッテリーをつけないと。バッテリーはビンビンだぜ、しとかないといけないから。どうしたんだいヘイヘイ、ベイブーと。はい。な、ナンバーもうフラグ立ったフラグ立ったかいいや、もう適当に撃つぞ。 全然違う <laughs>。もう本当に適当。あのね、この、なんだろう。なんかね、書いてあった番号を打った、今。<laughs> この、安倍鬼あたりから使ってるという、安倍鬼あたりから使ってるというメモ帳に書いてあった謎の番号を打ち込んだんだけど、やっぱ開かないよね。謎の機械でしょ 落とし物を拾っとけ、拾っとけ。ここはだってまだ開かないでしょ針金で開いたー。ナンバーロックのメモを手に入れただとナンバーロックのメモがここに。 4489。もろじゃねえか。4489。シシハックね。シシハックね。シクハックじゃなくて、シシハックね。シクハックとか言ってると、絶対シクハックって言っちゃうから、シシハックね。おいしょ。1234。1234。12。1。OK。はい、ここでセーブ。絶対死ぬから。絶対死ぬからここでセーブ。ここか。OK。 開始2分でこの謎解きね。ペース早いね。さすが私よ。えめんどくせーめんどくせーマックスめんどくせーよいしょ。こっちにワンド、ドン、ドン、ドン。女子トイレも、なんでそこはぜひさ、開けといてよ。そこはぜひ開けといてほしいわ。ここは別にいいや。えっ、ー、と、こっちはあー、搬送口ね。で、ここも開かない。病院からのお願い。 お腹に赤ちゃんのいるお母さんたち。赤ちゃんを病院の前に置き去りにするのはやめてください。はい、ごめんなさい。またマシントラブルで途切れました。病院からのお願い読んできますえ。赤ちゃんを病院の前に置き去りにするのはやめてください。今月で6つもの尊い小さな命が失われました。入り口にも貼っといた方がいいぜ、それ。 院長室院長入れたマジかあーあーおあ鍵のかかったえんがあるえんがあるかえんがあんのか <laughs> ちょっとやらしく言ってみるねう長の日記先日パンル式の箱というものをもらった アルファベットのピースを順番通りにはめて言葉を作ると箱が開くという面白いものだ。鍵となる言葉はもちろんあの言葉だ。へぇ、p e m i s とかね。私が一番好きな言葉。絶対来たな。かけがえのない口にするだけで幸せな気分になれる言葉。そうだ。この娘にもこの箱を見せてあげよう。 PENIS、ね e、とかね <laughs> なんてこった娘にパズルの箱を見せたらピースを全部隠されてしまったまあ中に入れているのは日常で使うものでもないから別に構わないのだがやれやれ PENIS を探せばいいのか娘にヒントの紙とやらをもらったが開目券とかつかない 暇な時にでも探してみるか。一番問題なのは、いたずらっ子の娘を全く叱る気になれないということだな。ヒントのメモを手に入れた。こっちはああ、ここが PENIS。PENIS。I P N I S I、あ、一個足んねえわー。6つか。なるほどね、っと。全部で6つか。全部揃えないと、はめる場所がわからないな。 みんな中になんか入ってるこれ、ピースかなおー、Y のピース、ハッピーだな。H, A, A, あ、ちょっと待って、ちょっとやってみようか、やってみようか。H, A, P, P、P 全然違った、ごめんなさい。Y か、イエー、イエーロー。一個足んねえな。一個足んねえな。W 入んねえもんな。ああ Y がつく。Y がついて、幸せに。 h, a, p, p,、h、違うもんな。ハッピー違うもんな。ヒッピー違うもんな。ホッピーも違うもんな。うーん。まあ、いいや。えっと、メモをね、読んでみよう。あ、その前にセーブしないと死ぬわ。危な,危ない。あー、別んとこセーブしてもーた。多分。あ、違う。合ってんのか合ってんのか違うのか合ってんのかな合ってる、合ってる。ヒントの紙。 お花は素敵。手を洗いなさい。お昼はどこで食べる電話をちょうだい。看護師さんが知ってるよ。お空に近づいて。つまり、お花は素敵はチェック。手を洗いなさい。まあ、洗面台かどっかあるんだろう。え、お昼はどこでここが食堂だろうな。お電話ちょうだい。お電話ちょうだいはわかんねえな。えー、看護師さんが知ってるナースコール、ナースセンター。 お空に近づいては多分屋上とか、まあ一番上の階とかにあるのかな。まあい,いや、いろいろと調べていきましょう。現代家族のやり方。いい家庭医学のすべって。家庭医学を置いちゃうか、ここに。院長。院長。超院長。この塔にあるんだよね。ピー,ピース、パズル。パース、ピズル。よ <laughs> いしょ。 スタッフルーム。スタッフースタッフーカウンセリングルームの鍵。おー来たちょっとセービングして。オッケー。うーん、この辺は何もないのね。ね、ねっと。ナースさんが知ってるよっと、知ってるよっと、鍵か。 うんなんかあるんだよなこれ。これなんかあるんだよな。ハンマーが置いてある。なんで重そうだな。こんなブスのも持ち歩きたくねえな。なんか使い道ありそうな時でも取りに来るか。なんでハンマー置いとるのと。オッケーうーん。お手手を洗いなさい。地下もあるのね。地下もあるのよ。 薬品保管庫、保管庫。薬品保管庫、なんもない。読めない。開かない。ストレッチャー。オッケー。じゃあ上行ってみようか。その前にカウンセリングルーム行ってみたいな。カウンセリングルーム非常にね、興味あるからね。カウンセラーがいるんでしょう。ここかな 食堂,あそう食堂にさ、キズルのパースがあるとか、ないとか、なさそうだな、ちょっと怖いな。めんどくさいな、これ。よいしょ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 。なんもないわ。あ出れねえ。 ヒーズルのパースかあエロのピース Y と L かーイエローでもないのかな ?L 入ってるけどなーイエローん<は> y e l l o w e y E, L, L, O, あ、イエローで合ってんじゃねでもハッピーになんねえもんな、イエローじゃ。イエローでハッピーになれてちょっと怖いもんな。ハッピーになれる言葉なんだデイルーム違うな。え、手を洗いなさい。手を洗いなさいか。はい、ここですね。 びくった椅子が人影に見えたわめっちゃびくった今めっちゃ人だった椅子が人に見えたと思ったけどやっぱ人だったメンタルケア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 ,メン,タルケアメンタルケアじゃなくて冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫グンスリングのスケジュール表この本 2月13日15時35分記録テープ15より来室者 A 親族4105入室患者保証人 A は患者の突然の変貌に戸惑いに来院させたごめんなさい来院させた結果患者は脳に疾患が認められ入院を余儀なくされた体力の低下から手術は見送られている 自身は健常だと思い込んでいる患者は日々 A を責め立てているようだ。それどころか A の記憶にすら曖昧になってきているようである。A は自分はどうすべきかとカウンセリングを希望した。一方患者は A に見捨てられたと勘違いし、日々泣いたり、怒号を上げたりと精神が不安定である。今後双方のカウンセリングは継続していく予定。16 A、A 患者の死亡後も A はここに通っている。 どうせ死んでしまうのなら最後まで家で温かく見守ってやるべきだったと後悔しているようだ彼はこう述べた生きることだけが幸せではない生きることが苦痛であるなら死を望むことは避けられない医師として医者として医者として反論すべきか尊厳のある人間として寛容すべきか非常に悩むものである今後も彼にはここに通ってもらいたいが強制できるものでもなく難しいものだ こういうことって、よくあるのかな。あるあるみたいなね。え、精神科の鍵か。精神、あやべ、死ぬ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 。死ぬ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 。オッケー !35。もうちょっと行こっか。もうちょっと行こう。精神科の鍵。ま、あ下行こう、下。下行って別途行こうか。外来だっけ外来の方行ってみるか。よし。 いやー、正直言って私もね、結構疲れてきたんでね。結構疲れリングが溜まってリングだから、サボったリングが溜まってリングだから、410とかも言ってたもんな、小2か。びくと。フラフィー、こんなところにいるのか。ダメじゃないか、一人でうろうろしてたら。 僕、暗いとこ平気だもん。男の子だもん。一人でも泣いたりしないもん。そっか。フラフィは勇気があるんだね。憧れちゃうな。そうえへへ、簡単なやつあ勇気があるって、まるでキャプテンアメリカみたいだ。俺は一人で暗いところ歩くのが怖いんだ。探してる人がいるのにな。 誰か、頼りになる子が一緒にいてくれたらいいのになぁ誰かいないかなぁ <laughs> よし僕、デイビッド兄ちゃんと一緒に行ってあげてもいいよえ本当かいいや助かるなぁありがとうフロヒーがいてくれたらすっごく心強いよ行くぜガキえへがデイビッドお兄ちゃんを守ってあげるからね よし、行こう、ガキ。母親が迎えに来るまで一緒にいよう。もし来なかったら、保安事務所だな。うわ、デイビッドじゃねえや。フラフィーついてくる。めっちゃ来る。めっちゃ来る。おーおおおーおおおお。はっはっよし、行こう。<laughs> えー、超新機。お医者さんが使ってるやつだ。僕も欲しいな。もらってもいい うーん、バっちりからやめといた方がいいと思うよ。フラフィー解説してくれるんだな。これ何えー、医療器具か。これ何解説してくんないんか。俺もよくわからんだ。本棚はカラ、カラットなっト、ギャロイン、ギッと。と僕ね、この間身長測ったら3フィートもあったよ。デビット兄ちゃんどれくらい ?3 マイルかな。 6フィートぐらいかな。なんだ。よし。あーっとやべえ死ぬ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 。ともども死ぬから、ともども死ぬから、ともども死ぬから、からここでセーブして。あー、ちょっとじゃあこの辺で一旦切ろっか。じゃあじゃあじゃあじゃじゃじゃ、今回これにて終了したいと思います。と、次回もまた。 ねえ、肺病院の中で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャ。